どうも影です今日はですね一つ一つ受け入れるっていうことはね、えー、どういうことかというとですねこう自分のね、えー、目の前というかその現実がありますよね自分の現実というか、えー、その目の前に起こることに対してですね、えー、こう受け入れていくという。 こう姿勢というか、意識を持つようにしようかなと。とまあ、いろんなことを起,起こりますよね。そのこう生活をしていくとですね。いろんなことがこう起こっていくまあ、仕事をしてると、まあもちろん、いろんなこと起こっていくということをですね。こう受け入れていくというで、自分がこう新たに動いたりとかで、ね、なんか行動を起こうした時、またこう。そこにこういろんなことがまた起こり出していくんですよね。そういうこともこう受け入れていくと。 いうところですねその,そのことに対してそのなんか愚痴を言ったりまあまあ愚痴を言いたくなって言ってしまったら言ってしまったりしゃあないんですけどもそういうことよりもですね、まあ、言ってすぐね、あのー、気持ちを切り替えるというかやっぱりそこは受け入れてそこになんか意味があるんじゃないかなとだからその自分の目の前に起こることは何か意味があるんだと。 意味があってもなくてもいいんですけどもその意味があって起きてるというふうに思うとですね、えー、そういうもんになっていくかなというふうな感じもしますしでそういうこの現実をこう受け入れないでですねああだこうだいろいろ考えるというかそういう悪い方向へもこう。 引っ張られるのでではなくてですね一つ一つ受け入れてそれをこうどういうんでうかね咀嚼するというかね、えー、しっかりと次にこうつなげていくというかその発展させていくというかそういうことですねそのその一部分だけを切り取るとマイナスであることであってもですねそれがね えー、受け入れてこう考えていったり思考することによってですねそこになんかねこうどういうんですかねプラスになることになっていくことの出来事が起きていくというか基本的にその自分がこの 目指しているものとかそういう,こう進むべき道生き方というかねそういうことが結構定まってくるとですねそのいろんなことが自分の目の前にどんどんこうぶつかってくるんですぶつかってくるというかこう起こってくるんですけども、えー、それはそのやっぱりその時必要なものであってやっぱりそれをこうしっかりと受け止めてクリアするというか、まあ、クリアしないでもですねその受け止めて こうやっていくことによって、えー、後々にこう生きてくることもあったりすぐに生きてくることもあったり、えー、まあで悪いことばっかりではないんでねもちろんいいこともあるんでそのいいこともですね、えー、受け入れてまあまああ,のありがたいことなんですけどもそれをね こうどう,うですかね調子に乗るというかねこう天狗になるというかね、えー、そういう状態にこうなっていくっていうこともまあ一瞬喜んでこう天狗になる感じになっても別にいいと思うんですけどやっぱりそこはもうちょっとまた時間が経った時間が経つけど少しだけですね時間が経った時にちゃんとこう冷静に見てですねこれは今でもこの段階やからここでこう調子に乗ったりっていう状態であって。 ではちょっと自分としてはまだまだやなというところがあったりとかそういうこともこう考えていってですねそのやっていくとだからいい,こといいこと悪いことっていうのはその時の感情でそうなってるだけであってゆくゆく見るとやっぱりそのいいことプラスになる意味のあることがこう来ているということがねえ結構あると。そこからですねそのシンクロニシ というかえー、偶然の一致この意味のある偶然の一致というかそういうものをこう、えー、気づいていくで気づいていくことによってさらにこうそういうものを引き寄せられることがあったりしてですねほんでこうどんどんこうどういうんですか、ね、こう道がこう開けていくというか広がっていくというかこう,うまくこう流れていくというか。 えー、そういうものがあってです、ねうん、そういうふうに思いますね。うん、だから、えー、そ,のその一瞬一瞬を一喜一憂まあ一喜一憂していいんですけどもすぐに戻るいうことですね。だからそのお店ののれんと一緒ですよね。で一喜一憂してまたすぐに元に戻ると。一喜一憂してすぐに戻る。 でそこからこう一つ一つを受け入れてそこからこう次へ発展させていくというか発展していく形になっていくとそういうふうにこうしていくということがえー、があの、まあ、まあ大事というか僕はそういう成功していこうかなというふうな考えがありますということで今日は一つ一つを受け入れるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます